読み切り、読み切りとは、小説、講談、漫画などで、連続せずに一回で完結すること、及び一回で完結する、もの自体を指す。大演技語は連載である。小説など文学における読み切りについて解説する。漫画雑誌における読み切りについて解説する。日本における漫画は、に系統である。20世紀初頭の貸本漫画での出版が、盛んな段階においては、 はじめから単行本として出版される形式が多かったが、雑誌、少年クラブなどから連載の漫画も始まり、現代の漫画出版状況では、前者は特別な画集のようなものに限られ、ほとんどすべての漫画は雑誌掲載の形式をとっている。雑誌には、週刊や月刊、各週刊などがあるが、そのような雑誌や新聞などにおいて一つのタイトルの漫画が、 次号以降も掲載されるものを連載と呼ぶ。その場合、原則として最終ページの末尾に、続く、続くなどが付けられる。それに対し、掲載1回で作品が完結する形式を読み切りと呼ぶ。また、同じタイトル、登場キャラクターでの連載作品ではあるが、毎回1話完結するものを読み切りと呼ぶとき、これに対し、1回分で話が完結せず、 次回へ結末を引っ張る作品のことを続きものと呼ぶ。こちらは本来の読み切りの指し示すところであるが、4コマ漫画連載の末尾にも続くなどと付けられる今日では読み切りといえば連載でない作品であるという概念が普及しつつある。ギャグ漫画、コメディ漫画は読み切りの形式をとることが多いが、対してストーリー漫画と呼ばれる物語性を重視した漫画は1話で、 気象転結を見ることなく続き物となる場合が多い。これは漫画という一種の活字の娯楽が普及する前の講談、会談話などが続き物の,の形式をとっていたことの名残であるとの見方もある。読み切り漫画作品はその多くの場合が単発であるが発表後以下のような展開が行われる場合がある。読み切り連載読み切り作品の設定などをアレンジして 連載作品にする。この場合、元々の読み切り作品自体が雑誌読者へのプレゼンテーションの性格を帯びていることも多い。家庭教師ヒットマンリボーン、スケットダンスなど。中には、恋して、神様。神のみぞ知る世界のようにタイトルが変更されるものや、絶対カレンチルドレンのように読み切り短期集中連載連載という経緯をたどるものもある。 読み切りシリーズ化設定などはそのままに、続編の読み切り作品が発表され、シリーズ化される。雑誌には不定期で掲載される場合が多い。その回ごとに独立したタイトルが付けられることが多い。などの点が、通常の連載作品と異なる。グータラ姫シリーズなどがこれに該当する。読み切り派生登場人物や、設定の一部を流用して、読み切り作品とは、 独立したストーリーの連載作品が発表される。例えば、河原泉のブレーメンツーは過去の読み切り作品、アンドロイドはミスティーブルーの夢を見るかの登場人物を流用しており、後日談に当たるが、内容的には独立したストーリーであり、単なる続編とは言えない。複合読み切り作品から連載と派生作品の両方が発表される場合がある。 竹内直子のコードネームはセーラー V は当初は読み切りとして発表され、その後連載とテレビアニメ化が進められたが、名前の登録商標の関係でテレビアニメ化を前提とした派生作品美少女戦士セーラームーンが姉妹誌に発表されるに至った。ありがとうございます。